ペップグアルデオラこと、ジョゼップグアルデオライサラは、スペインカタルーニャ州、サンパドウ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。2016年より、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC の監督を務めている。元スペイン代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ジョゼップの愛称系であるペップや、ペップグアルデオラとして、広く知られる。 リーガイスパニョーラ優勝6回、チャンピオンズカップ優勝1回を含む成績を残した現役時代を引退後、2008から09シーズンには就任1年目にして、スペインサッカー史上初となる3冠を達成した。監督として、イングランド、ドイツ、スペインのリング戦と国内カップ優勝をそれぞれ達成している。FC バルセロナでの活躍カタルーニャ地方のサンパドーに生まれ、 カンプノーからわずか100メートルほどの学校に通った。幼い頃はいつもシュスターのユニフォームを着ていた。彼はバルセロナ史上最高の MF の一人だと語り、ベルントシュスターがアイドルであったと語っている。13歳で FC バルセロナの下部組織であるラマシアに入寮し、徐々に上位カテゴリーに昇格していった。1990年カディス CF 戦で、 トップチームデビューを果たし、ヨハン・クライフ監督は、ギジェル・モア・モール欠場時に、クアルディオラを起用した。1991から92シーズンには、レギュラーポジションを獲得し、わずか20歳にして、リーガ・エスパニョーラ、UEFA チャンピオンズカップ優勝の立役者となった。1992年、イタリアのサッカー誌、グエリン・スポルティーボによって、 ヨーロッパの最優秀若手サッカー選手に贈られるブラボー賞を獲得した。ドリームチームは1992から93シーズン、1993から94シーズンも王座を守りリーグ4連覇を果たしたが、グアルデオラはいずれのシーズンも中軸としてプレーしている。1993年に、 ロマーリオを獲得したチームは1993から94シーズンにも UEFA チャンピオンズカップで決勝に進出したがファビオカペットを率いる AC ミラーに0の4で大敗した。1994から95シーズン第6節のアトレチコマドリード戦でラリーが初ゴールを挙げた。1996年にクライフがチームを離れ 1996から97シーズン、ボビー・ロブソン率いるチームは、コパデルレート、UEFA スーパーカップと、UEFA カップ・ビーナーズカップのトレブルを獲得した。ドリームチームの時代は過ぎ去り、チキ・ベギリスタインや、フリスト・ストイチコフの役割を、ルイス・フィーゴやロナウドが引き継いだが、グアルディオラの役割は不変だった。1996から97シーズン終了後、 クラブはグアルディオラに対する AS ローマとパルマ FC からの約3億ペセタのオファーを拒否した。契約延長に関する長い交渉の末2001年までの新契約にサインした。1997から98シーズンのほとんどをふくらはぎの怪我で欠場したが、クラブはルイス・ファンハール新監督の下で国内リーグと国内カップの2冠を達成した。 1998年6月8日、肉体的な問題を解決するために手術を行い、フランスで開催された 1998FIFA ワールドカップを逃した。1998から99シーズンは戦線に復帰し、リバウドやルイス・フィーゴの活躍のおかげもあって、再びリーグタイトルを獲得した。1999から2000シーズンは深刻な膝の怪我により、 シーズン終盤の3ヶ月に出場できなかった。2000から01シーズンのリーグ戦は4位に終わり、UEFA チャンピオンズリーグでは、ベシクタシュ JK と AC ミランに完敗して、グループリーグで敗退し、チームは無冠に終わった。2001年4月11日、ユース時代から17年間過ごしたクラブを離れることを決意し、6月24日のセルティック FC 戦が、 FC バルセロナでのラストマッチとなった。FC バルセロナでは12シーズンで479試合に出場して16個のタイトルを獲得した。セルティック戦後の記者会見で長い旅だった。私はとても幸せで誇りを持っている。たくさんの友人ができた。私はもう幸福を探し求めない。選ばれたものとして長い間過ごしたと述べた。 得点数は少なかったが、6度のリーグタイトルと1度の UEFA チャンピオンズカップ、バルセロナオリンピックでの金メダル、その他様々なトロフィーを獲得した。2008年に UEFA 欧州選手権を制したスペイン代表の中盤の選手の多く、特にシャビ、アンドレス・イニエスタ、セスク・ファブレガスらにとってグアルデオラは少年時代のアイドルであり、 チームを去っても、尊敬度は変わらなかった。セリエ A 挑戦2001年に31歳で、FC、バルセロナを離れると、ニューカッスするユナイテッド FC、マンチェスターユナイテッド FC、ウエストハムユナイテッド FC、トッテナムホットスパー FC、リバプール FC、AC ミラン、インテルミラノが、グアルディオラ獲得に興味を示した。しかし彼は、 セリエ A のブレシアカルチョと AS ローマでプレーすることを選んだ。彼はブレシアへの入団会見で私が移籍を決めたのはロベルトバッチョがいたからだ。彼とプレーできることはビッグクラブへの移籍よりはるかに魅力的だと語っていた。しかしながら彼のイタリアでの挑戦は成功だったとは言えず2003年までに71試合に出場するのみにとどまった。 ドーピング疑惑と無罪2001年11月には試合後のドーピング検査において禁止薬物であるナンドロロンに対する陽性反応が出たために4ヶ月間の出場停止処分を受けた。さらに2005年には執行猶予がついたものの7ヶ月の有罪判決を受けた。これに対してグアルディオラ側はイタリアのドーピング検査はいい加減だと一貫して無実を主張し 科学的根拠のある反証を数多く提出した。そして2007年10月にブレシア高等裁判所は一審を破棄し、無罪の判決を下した。こうして6年間にわたる戦いの末、グアルディオラの潔白がようやく証明された。ところが、無罪判決から2年後の2009年8月、イタリアオリンピック委員会がグアルディオラを上訴し、ドーピング問題が再燃した。 しかし9月の裁判で裁判所は、クアルディオラ側の主張を認める判決を下したため、9月29日に、コーニーが彼の無罪を発表して問題が決着した。カタールとメキシコでの晩年ストレスのたまるイタリアでの、挑戦の後、34歳にして彼が選んだのは、カタールスターズリーグのあるアハリドーハだった。マンチェスターユナイテッドからも誘いがあったが、 欧州以外の場所でプレーすることを希望したために中東を選びレギュラーとしてプレーした。スターズリーグではガブリエル・バティストゥータなどの名選手が何人かプレーしていた。華やかな選手生活に戻る気はなかったため2005年夏にはマンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティ・ FC、チェルシー・ FC など欧州のトップクラブからのオファーを断った。2006年 メキシカンサッカーリーグのドラドスでシナロアの監督をしていたスペイン人のフアンマヌエルリージョは指導者養成学校に通っていたグアルデオラを誘った。中盤での魔法のようなプレーは健在だったが半年間プレーした後の2006年11月に現役引退を表明した。スペイン代表1992年には U-23 スペイン代表のキャプテンとして バルセロナオリンピックに参加し、金メダルを獲得した。1992年10月14日、ウィンザーパークで行われた 1994FIFA ワールドカップ予選北アイルランド戦でスペインへ代表デビューした。1994年には 1994FIFA ワールドカップに出場し、グループリーグのボリビア戦で PK を決めて1ゴールを 上げたが、グループリーグに2試合のみの出場となった。チームはベスト8に進出したが、準々決勝でイタリアに1-2で敗れた。ハビエル・クレメンテ監督はしばしば、クアルディオラを控え選手として扱い、大会後は長らく代表を外れ、1996年の UEFA 欧州選手権1996でもメンバーから外れた。度重なる、怪我の影響によって、 フランスで開催された 1998FIFA ワールドカップ。日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップと2大会連続で FIFA ワールドカップに出場できず、選手生活においてワールドカップの舞台での活躍は縁のないものとなった。2000年の UEFA 欧州選手権2000では準々決勝に進出したが、フランスに1-2で敗れた。 2001年11月14日のメキシコとの親善試合が彼の代表ラストマッチとなった。カタルーニャ代表カタルーニャ代表としては、1995年から2005年までに7試合に出場した。引退後は、同世代のルイス・エンリケラと共に指導者の道を選び、2007から08シーズンから FC、バルセロナ B の監督として、バルセロナに再び戻った。 そして就任1年で、テルセラディビシオンから、セーグンダディビシオン B に昇格させた。2008から09シーズン2008年5月8日、フランク・ライカールトに代わって2008から09シーズンから FC バルセロナのトップチームの監督に就任することが発表された。前日のエル・クラシコで1から4と屈辱的な敗戦を起死してから、すぐの就任発表だった。 契約期間は2年で、年俸は、欧州のトップクラブの指揮官としては、かなりの定額の150万ユーロと言われている。就任会見で、それまでの中核であった、ロナウジーニョ、デコ、サミュエルへ等の抗争外を宣言し、遅刻1分につき500ユーロの罰金を徴収するなど、2006から07シーズンから2シーズン連続で無冠と、不審のクラブに改革を施した。 クラブの下部組織出身の選手を徴用し、レアルマドリードとのエルクラシコで2連勝するなど、リーグの最多勝ち点記録を上回るペースで勝ち点を積み重ね、36節終了後に優勝を決めた。決勝でアスレティックビルバを倒したコパデルレイ、マンチェスターユナイテッドを倒した UEFA チャンピオンズリーグと合わせ、就任1年目にして、 スペインサッカー史上初となる3冠達成を果たした。3冠達成後には、このチームがクラブ史上最強だとは思わないが、最高の成績は残せたと語った。2009から10シーズン2009年夏には、インテルとの間で、サミュエル・エトーとズラカン・イブラヒモビッチをトレードし、さらに4900万ユーロを支払う大型遺跡を取りまとめた。また、 インテルからマックスウェルを獲得し、FC シャフタールドネツクからドミトロチグリンスキーを獲得した。エーグルグジョンセンは AS モナコに移籍し、シュービーニョとアルベルトジョルケラは契約満了により移籍し、アレクサンドル・フレーブ、マルティン・カセレス、アルベルト・ボティア、ビクトール・サンチェスなどはレンタルでチームを離れた。2009から10シーズンはスーペル・コッパ・デース・パーニャでビルバオを破り、 UEFA スーパーカップでシャフタールドネツクを破る絶好なスタートを切り9月25日のマラガ CF 戦では FC バルセロナの監督として50勝目を積み上げた12月19日にはクラブ初の FIFA クラブワールドカップ優勝を飾りシーズンまたぎとはいえ1年間で6つのタイトルを獲得した2010年1月に行われたコパデルレイラウンド16で セビージャ FC に敗れたが、1月20日には、クラブとの契約を1年間延長し、2010から11、シーズン終了まで指揮を取ることが決定した。2月には就任以来の公式戦試合数が100試合に達し、71勝19分10敗という好結果を、樹立している。4月10日のエルクラシコで勝利し、FC バルセロナの歴史の中で初めてこの対戦で4。 連勝を記録した監督となった。UEFA チャンピオンズリーグでは、準決勝のインテル戦に2試合合計2から3で、敗れ、永遠の宿敵のホームで2連覇を果たす夢は、ホームカンプノーでついた。リーグ戦では、ホームで、レアルバリアドリードを4-0で破り、ヨーロッパ新記録となる勝ち点99で20回目のリーグ優勝を達成した。 監督就任以来7つ目のタイトルとなり、11個のタイトルを獲得しているヨハンクライフに次ぐ2体のタイトルホルダーとなった。6月8日には、3月6日の UD アルメリア戦中、戦後の言動により、スペインサッカー連盟に1万5000ユーロの罰金を言い渡された。2010から11シーズン2010年7月14日、 クラブとの契約を2011年8月まで延長した。2010年夏には1年前に加入したばかりの2人の選手がクラブを去った。シャフタールドネツクに復帰したチグリンスキーと AC ミランに移籍したイブラヒモビッチである。さらにラファエル・マルケスとティエリアンリがニューヨークレッドブルズに移籍しトゥーレヤヤはマンチェスターシティに移籍した。セビージャからアドリアーコレア。 バレンシア CEF からダビド・ビジャ、リバプールからハビエル・マスチェラーノを獲得した。8月21日、スーペル・コッパ・デ・スパーニャでセビージャを5の3で破り、2年連続2度目の優勝を果たした。11月29日には、レアル・マドリードとのエル・クラシコで5から0の対象を飾り、就任から同一カード5連勝となった。 2011年2月8日にはクラブが提示した新契約を受け入れ、2012年6月まで契約延長した。5月11日、レバンテ UD 戦に引き分け、3シーズン連続21回目のリーグ優勝を決めた。2008年夏の就任以来、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメントのアウェー戦では7戦連続未勝利であったが、 準々決勝のシャフタールドネツク戦セカンドレグに1から0で勝利し、初のアウェー戦勝利をつかんだ。同大会準決勝は、レアルマドリードと対戦することになった。時同じくして、コパデルレー決勝でも対戦することになった上、リーグ戦でも対戦が予定されていたため、3週間で4度のクラシコが行われることとなり、クアトロクラシコと呼ばれて白熱した。 UEFA チャンピオンズリーグも獲得した。2011から12シーズンウディネーゼ・カルチョより、アレクシス・サンチェスを、アーセナル FC より元カンテラーノのセスク・ファブレガスを、獲得した。リーが開幕前のスーペルコパでエスパーニャで、レアル・マドリード相手に、ファーストレグは2から2と引き分けるも、セカンドレグで3から2と勝利を収め、2000合計で、スーペルコパでエスパーニャを獲得。 8月26日の UEFA スーパーカップも FC ポルトを2から0で破って獲得。また、12月に日本で行われた FIFA フフクラブワールドカップ2011ではダビド・ビジャが蛍骨骨折の重傷を負うも優勝を果たした。しかし、4月18日のチャンピオンズリーグのチェルシーとの第一戦の3日後に行われたリーガのクラシコで、 就任後初めてレアルマドリードに敗れ、翌週24日のチェルシーとの第二戦では、ブスケッツのゴール後相手の首相、ジョン・テリーを退場に追い込み、イニエスタが逆転弾を決めたものの追加点を奪えず、逆に前半終了間際に、マスチェラーノがフランク・ランパードに、自陣でボールを失う致命的なミスを犯し、テリーの退場後に、右サイドバックに入ったラミレスにループシュートを決められ、 わずか1分でリードを吐いてしまう。後半、ファブレガスが、リデ,ディエドログバに倒され PK を獲得。キッカーは3年連続バロンドーラーながらも当時、チェルシー戦7戦連続ノーゴールのメッシ。連敗リードするためには、絶対に決めなければならない PK をポストに当ててしまい、痛恨の失敗。そのツけが試合終了間際に、カウンター対策で残っていた。 フェルナンド通れずに決められると10人のチェルシーを攻略できなかった形で周りにらにで引き分け、2年前のインテルに続きカンプノーで連覇を逃し、2期前にも引いた相手に敗れる、羽目になった。結局4月の死の3連戦に一切勝てなかったことで、2大タイトルを失った。2012年4月27日、FC バルセロナの監督を退任することを発表した。 その理由として、バルサの監督は信じられないほどのエネルギーを要求される。CL、リーガの試合が辛く、楽しめなくなっていたなど、心身の称号を主に挙げている。退任前最後の試合となった、コパデルレー決勝ウィルバオ戦を制し、3期ぶりの優勝を果たし優秀の美を飾った。就任してから、最も獲得タイトルが少ないシーズンになったが、 サッカーに関して言えば、今季はベストシーズンだった。我々は新しいコンセプトを取り入れたんだ。来シーズンはもっと良くなるだろうと述べている。指揮を取った4シーズンの間に獲得の可能性があった19個のタイトルのうち14個ものトロフィーをクラブにもたらした。これはクライフのドリームチームを上回る数字となった。公認には、 4年間アシスタントコーチを務めたティトビラの場がつき、チームのスタイルを継続することを目指した。今後に関しては、遅かれ早かれ監督に復帰するだろうが、今はその意欲はない。他にやりたいこともあるし、人生はサッカーだけじゃない。将来どうすべきかは、おのずと明らかになるだろうと話し、少なくとも1年は、家族との時間に費やす予定であるという。 バルサ復帰に関しては何も決めていない。バルサに戻るかもしれないし、そうならないかもしれないと述べている。2013から14シーズン2013年6月、ブンデスリーガ・バイエルン・ミュンヘンの監督に就任。契約は2016年まで。一石市場では、古巣のバルセロナから教え子のティアゴ・アルカンタラを獲得。バイエルンでの公式戦初再敗となった。 ボルシアドルトムントとの DFB スーパーカップは落としたものの、チェルシー FC との UEFA スーパーカップを制し、バイエルンでの初タイトルを獲得。同年12月には、FIFA クラブワールドカップ2013を制した。前シーズン、クラブ初の三冠を達成したチームの勢いを落とすことなく、リーグ戦では、開幕から首位を独走し、7試合を残しての、 ウンデスリーが最速優勝を達成した。UEFA チャンピオンズリーグでは、ベスト4進出を果たすも、準決勝でのレアルマドリード戦で2 0 0 5スコア、0から5の大差をつけられ敗退した。それでも、ドルトムントとの DFB ポカール決勝を、静シリーグとの2冠を達成した。2014から15シーズン2014から2015シーズンは、ロベルトレバンドフスキ、 フアンベルナとシャビアロンソを獲得し、4から3から3をベースに3から5から2、3から4から1から2などのオプションを増やした。リーグ戦は開幕戦から独走して、第30節の VFL ボルフスブルク戦で優勝した。連覇を目指した DFB ポカールは、キャプテンのラーム、レアルからバイエルンに移籍したシャビアロンソ、フルスからバイエルンに移籍したゲッゼ、守護神のノヤーが、 いずれも失敗する陳時で UEFA チャンピオンズリーグはシャキリラを放出し、口述する怪我人の対応にご手を踏む中ベスト4に進出するが準決勝では古巣のバルセロナ相手に第1戦は0から3と大敗。第2戦では3から2と試合自体には勝利したものの合計スコア3から5で敗退した。ロッペンやリベリー、アラバ、シュァインシュタイガー、マルティネス、 バトシュトゥバーラ大量の怪我人が続出したシーズンであった。2016から17シーズン2016年2月、2016から2017シーズンより、プレミアリーグの強豪チームマンチェスターシティ FC の監督に就任することが決定。ペップが得意とするポゼッションサッカーをベースとしながら、バイエルン監督時代に編み出した量。 サイドバックが中盤に入ってくるニセサイドバック戦術でプレミアリーグ開幕後連勝を飾るなど花々しいスタートを切るも徐々に失速。グアルディオラの指導の元攻撃には磨きがかかったが守備陣が不安定なプレーに終始し攻守のバランスが崩壊する場面が目立った。特に監督自らが足元の技術を買って獲得を希望したクラウディオブラーボは一時期。 枠内シュート被弾率100%を記録するなど、肝心のシュートストップで結果を残せず、放出したジョーハートと比較されて批判を浴び、後半戦はウィリフレード・カバジェロにポジションを譲った。CL でもリーグ戦と同様打ち合いの試合が多く、ラウンド16では AS モナコ相手に、ファーストレグをこの3で制したが、セカンドレグでは3から1で敗れ、 二戦合計は、同点ながら、アウェイゴールの差で敗退となった。2017年1月、ガブリエル・ジェズスがチームに加入すると、終盤戦ではさね、スターリング、ジェズスの若い3トップが活躍して、最終的に3位で、リーグ戦を終えて、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2017から18シーズン AAS、モナコからポルトガル代表 MF のベルナルド・シウバ、 SL ベンフィカからブラジル代表 GK エデルソン、モラレスを獲得。エデルソンは GK 歴代2位となる4000万ユーロもの移籍金を追やしと獲得した。またバカリサニャ、ガエル、クリシー、パブロサバレタが契約満了で退団し、アレクサンダル・コラロブが AS ローマに移籍したことを受け、トッテナム・ホットスパーからイングランド代表 DF ・カイル、ウォーカーを DF 史上最高額となる5000万ポンドで獲得し、レアルマドリードからブラジル代表 DF、ダニーロ、AS、モナコからフランス代表 DF、バンジャマン・メンディを獲得した。昨シーズンは、クアルディオーラの独特で難解な戦術の浸透に苦労をしたが、今シーズンは選手たちの戦術理解度が増しさね、スターリング、デルフなどの選手が急成長。プレミアリーグでは、 第11節のアーセナル FC 戦で勝利し、クラブ記録となる9連勝を記録した。また、公式戦においても15戦無敗でこちらも、クラブ記録となった。11月26日、ハダースフィールドタウン FC に1から0で勝利して、アウェーにおける連勝を11勝として、連勝記録を更新した。12月13日、 第十七節のスウォンジーシティ FC 戦に四から零で勝利し、プレミアリーグ史上歴代最多となる十五連勝を達成した。一月十四日の二十三節のリバプール FC 戦で三の四で敗れるまで、プレミアリーグでの無敗記録を二十二まで伸ばした。冬の遺跡史上では、クラブ史上最高額と言われる五千七百万ポンドを投じてアスレティックビルバオから、 DFI メリクラポルテを獲得。カラバオカップ決勝では、アーセナル FC を3から0で破り、5回目の優勝を果たした。UEFA チャンピオンズリーグでは、準々決勝まで進出したが、リバプールに連敗し敗退した。4月15日、2位のマンチェスターユナイテッド FC が、敗れたことによりシティの4期ぶりの、プレミアリーグ優勝が決定した。 史上初の勝ち点100、106得点のプレミア記録を達成した。5月17日、マンチェスターシティは2020の21シーズンまでの契約延長を発表した。2018から19シーズン2019年5月12日、アウェーでのブライトン戦に4の1で解消。リーグ2連覇を達成した。5月18日には、ワトフォードとの FA カップ決勝で、 ラヒーム・スターリングのハット・トリックなどで6から0と解消。プレミア史上初となる国内3冠、コミュニティ・シールドを含めて、イングランドのクラブでは史上初の4冠を達成した。しかし UEFA チャンピオンズリーグでは、準々決勝でトッテナム・ホット・スパー相手に2戦、合計4から4とアウェーゴールの差で敗退し、2年連続ベスト8止まりに終わった。 2019から20シーズンコミュニティシールドではリバプールを PK 戦の末破り連覇を達成した。リーグ戦は優勝最有力と目されていたがリバプールに大きく差をつけられ、さらにレスターシティをも下回って3位で前半戦を折り返す。後半は持ち直したもののリバプールとの差は広がり、31節でチェルシーに敗れてリバプールに 史上最速優勝を決定させることになった。結果、リーグ戦は宿敵ユナイテッドに10年ぶりのシーズン2敗を喫するなど、クアルディオラ体制では最低となる9敗を喫し、26勝3分で勝ち点81の2位に終わった。FA カップは準決勝でアーセナルに敗れたが、カラバオカップは決勝でアストンビラを2から1で破り3連覇を達成した。 FFP による次期、チャンピオンズリーグ出場権剥奪が懸念されるもそれを回避。チャンピオンズリーグではベスト8に駒を進めるも1から3でリオンに敗れた。18歳の時から交際していた女性との間に結婚以前から一難事情を授かっていた。2014年5月29日にその女性と挙式した。2020年4月6日、マンチェスターシティは ペップの母親であるドロールスグアルディオラが新型コロナウイルスに由来する疾患により82歳で逝去した旨を発表した。クラブ個人2020年8月15日現在、ありがとうございます。